はい、皆さんこんばんは。レクセンター講師の習島です、えー。2023年合格目標司法書士合格講座憲法ですね。第1回目前半の講義始めていきます。よろしくお願いいたします。はい、えー、全体構造3回を経てですね。あ、無料体験の方はわかんないですよね。あの、まあこの前にこの憲法今日の前に3回ほどあのオリエンテーション的なのがあったんですけど、はい、それを経てですね、ついにあの試験科目の1科目目憲法に入っていきますと。 で前回までは「うとうとしながらでもどうぞ」と言ってたんですけど今日からは一応きっちり聞いてくださいね。でなんで一応なのかっていうと憲法のね、えー、問題って3問なんですよ。で今、まあ、今日からやりますよね全部で6回講義があります憲法の講義がね。でそれを再来年の7月まで維持なんてできるわけないんですよこの1回で。だから 一回、えー、講義受けます復習します覚えます忘れますでいいんですよ。ね、でたまに思い出したようにこれからだんだん、えー、憲法終わったら民法をやって不動産登記法をやって会社法をやって消灯法をやってでその後またマイナー科目に行くんですけどねでその時にもういっぱいいっぱいになるんですよ民法とか不動産登記法会社法でも会社法なんてピークですよきっと。ああもうやだってなるんですよ。そういうい時にちょっっと憲法の、ね、すごくざっくざりした、 復習をすると息抜き程度にね,ねそういうことでちょっとずつ維持をしといて、ね、もう最悪余裕がなかったらしなくていいです憲法の復習なんて直前期にしてください全ての講義が終わりました最後教託法司法書士法で終わりなんだけどそれが終わりましたそれが、えー、来年再来年の3月かに終わったらそれからでも十分間に合います憲法は一回やっとけば、ね、なので一応しっかり聞いてください 分かりますあのうとうとしないでっていうのはそういう意味ね、うん、これちゃんと聞いてないと落ちるよとかそんな話はしてません、ねはい、一回ねあの頭に入れるのと、えー、初めてじゃあ3月以降に初めて見ますっていうのは全然違うからで司法、えー、書士試験の憲法なんですけど憲法って学問としては多分相当難しいというか私もよく分かりません多分これもうはっきり分かるって言える人はいないでしょきっと いまだにねあっちゃんの学者の先生こっちゃんの学者の先生で対立があるわけですから意見にね、うんまあ、そういう科目なので学問としては非常に難しいですが司法書士試験に関していけばそんなに難しくないです3問出ます2問は四種です、うんまあ順当にいけば3問取りたいねっていうところただまあどうしてもね苦手な方とかもいらっしゃるんでねそういう方は他で取りましょう、ね、その1問分ねうん。 そういう内容,内容というかそういう感じです。はい、憲法というのは、ね、司法書士試験ではね。憲法ってあの人,権人権と統治。統治ってあの国の機関とかね、か今ちょうどあの日曜日、あの衆議院選挙でしょう。行かれます皆さん、行きましょうね。一応義務ですからね。はい、私は一応行きますよ。はいあのー、そういうところね、その内閣とか衆議院とか。 参議院とか、そういうのを定めている。そっちが統治。で、メインは憲法のメインっていうのは人権なんですよ。憲法って人権を守るためのもの。人権ってあの人の権利、ね。うん、を守るためのものなんです。誰から守るの国からです。そういうものなんだけど、なぜかね、あの統治の方がよく出るっていうね。三問中、まあ、一二か二一なんですよ。絶対。あの三ゼロとかゼロ三はないので。うん。一二二一なんですけど、一二が多いんですよね。 人権と統治でね、うんなな、なんかちょっと不思議ですね、はいまあ、そういうのを定めていると。で、えーと、行政書士とかね、あの受けられてた方とかね、まあ、もうお持ちの方も含めてね、うん、はどう,どうかな、行政書士の試験、私もあの一応、司法書士よりも前に行政書士通ってますけど、行政書士の方が私は難しかったです、はい、問題としては。うんまあ、それ、なんか、年によっても違うし、 すごい主観的な話なのでねちょっと何とも言えないですけどだからあの憲法自体が司法書士試験で難しいっていうことはないのでそこは安心してくださいであんまり深入りしないようにねもうあの表面をすくってくれればいいですから表面っていっても結構深さありますけどね、うん、あんまり深入りしちゃうともうほんと路頭に迷うので本当にあの霧の中に迷い込みますからねあこれこうだったらどうなるんだろうでもこういう考え方もあるとか言い出したらもう本当に霧がないので 表面をさらっとすくるね。で、覚えるとかは覚える、はいはい。では見ていきましょう。あ無料体験の方、ごめんなさい。さっき私、確認するの忘れましたね。これ、お持ちですか。えっと、無料体験の方、お持ちかな。はい、大丈夫かな。はい。じゃあ、えっ、ーと,えー、と、受講生の方はテキスト使います、もちろん。はい。で私の講義基本的に こっちにテキストを移してますんで、でマーカーマーカーね。皆さんお持ちです。別に持ってなくてもいいんですけど、シャーペンでもボールペンでも何でもいいんですけど、マーカーはね。あの？極力引かない方がいいのかな？という考え方に変わりました。私もあのバシ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 引いてたんですけども、銅がなんだか分かんなくなるで、青字のところありますよ、ね。あの、例えば4ページ開いてください。4ページから行くんで4ページ開いてください。 はい、青字ありますよね、まあ、憲法の意味とか憲法の意味を青字にするのはちょっと分からないですけど、ね、国家権力のうんたらかんたらっていうね、うん、こういうところはもうそもそもマーカー引いてるのと一緒なので分かりますというかねテキストなんてね大事なことしか書いてないんですよすべてを書いてるわけないので基本的には大事なんですだからマーカー引き始めたら全部マーカーになっちゃうんであの極力避けたいなと思ってはおりますがやっぱりここはっていうところは引いちゃってるので,でえー こんな感じで引いてありますで、これを必ず引かなきゃいけないのかそんなことないですいやここはもう自分は分かってるっていうところはもうバンバン端折ってくださいはい。で逆にあこれ自分覚えられなそうだなって私が講義で話している中で、えー、じゃあ A の場合はこう B の場合はこうって言ったときにこれ覚えとかないとねって言ってあこれ覚えておけなそうだなって言ったら私が引いてなくても引いてください逆に そこはもうお任せしますのであのマーカーを引いたらそれだけで勉強した気になっちゃうっていう方もいらっしゃるでしょう私はどちらかというとそっちだったんですけど、うん、それでも引いてましたけどね、はい、なんでそういう方が私に合わせてマーカーを引いちゃったら多分勉強した気になっちゃうんでしょうん、それもったいないのでテキスト自体はもう端折るところなんてほとんど本当はないんですよと言いながらもこのテキストオーバースペックではあるんですけど書いてあるところは基本的には見ます、うん、特に憲法は。 民法からは飛ばししたりもします、はい、という形でやっていきますのでよろしくお願いいたしますと。ねはい、じゃあ、えー、早速4ページからいきましょう。ちょっと,、ね、ちょっといまいちですね、まあ、いいかはい、はいえー、では4ページね憲法の意義というところ,、えー、ところからこれ憲法のウォーミングアップですのであのここから出るってことはないですよ3問しかないので、ね、こんなこと聞いてる場合じゃないんです。 はいえー、じゃあ、横1、横一は漢数字の1です横一、憲法の意味、えー、で憲法の意義ねえ、国家権力の乱用を抑制し、国民の権利、自由を守る基本法を言うんだということですね、えー、国家権力の乱用、ねはい、要はですね、憲法っていうのは、国民の人権を守るため、人権保障、もうこれに尽きるんですね、はい、でその、じゃあ、人権を侵害してくるの誰なんですか、隣の人じゃないんですよ。 国なんです国人権を侵害していくのは国なんです決まって、ね、だから、えー、その国を抑制するんです、ねうん、それによって国民の権利自由を守るんだとこれが憲法です、ねはいでえーまあ、図表の位置はいいでしょう、はい、次いきますよ、えー、縦2ね縦2は数字の2です 立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法立憲的意味の憲法これ近代的意味の憲法とも言いますと、ねえー、絶対王政における国王の権力を制限し国民の自由を守ることを目的とする憲法だと、はい、つまりですね国民の権利っていうのを保障する内容になってる憲法だよって言ってるんです。はい、国民の権利を保障できる内容になってい 括弧、えー、の2が固有の意味の憲法、えー、国家統治の組織作用に関する基本法としての憲法をいうとこれどういうことかっていうとです、ね、もう憲法で、えー、国家統治の組織とかを定めてるっていうだけの話わかりますなので下に書いてありますねこの意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在しますとだから中身は問わないんですよ人権国民の人権なんて保障されてなくていいんですこの憲法はわかります で憲法という名前でなくてもいいんですよそしたらどの時代のどの国だってあるでしょそんなものそれがなかったらもう国じゃないですそんなのねルールも何もあったもんじゃないって、ねはい、それがこういうの意味の憲法ね、はい、ここはあのウォーミングアップですからねいいですからねあそうなんだなって憲法ってそういうものだったんだなっていいんですよ別にはい、はい、次憲法の分類 えー、形式的意味実質的意味、はい、形式的意意味味形式の憲法憲法点という名の法または通常の法律よりも高い形式的効力を有する法形式を言いますで実質的意味の憲法憲法の法形式と関係なくその内容に着目し国家の統治の基本並びに構造組織及び作用に関する規範を言うんだとだつまりあの名前が憲法か否かっていうような話をしてるんですここは、はいはいえー、では5ページ 一応見ておきましょうステップアップね日本国憲法は実質的意味においても形式的意味においても憲法であるってわかります、ね、大丈夫、はいですねえー、?2、実質的意味における憲法であるが形式的意味における憲法でないものとしてはイギリスにおける権利焦点人身保護法などが挙げられるなそうでで、ね、いいですすかいいイギリスのことなんか聞いてる場合じゃないんですけどね。 え3番、形式的意味における憲法であるが実質的意味における憲法でないものとしては1874年スイス憲法典におけるユダヤ的屠殺方法の禁止規定が挙げられる、うん、不運以外の何ものでもないですね。はいはい、次、縦にいきますよ。成文憲法と不分憲法。はい、成文憲法というのは文章としてありますす成成、はい、文で章としてて、えー、なってます。 憲法典という形式をとって存在している憲法を言うんだと。ね。不文憲法。えー、文章としての憲法がないってことですね。これね、憲法典という形式を取らず、法律、慣習、判例などの形式で存在している憲法だと。ちょっと怖いですね。慣習って。<laughs> はい、不文憲法の代表例はイギリスの憲法である。まあ、まあ、そうなんですか。で、はい、次。南西憲法と厚生憲法。はい。 難政憲法、憲法改正の手続きが通常の立法手続きと同じ場合の憲法をいう。公正憲法、憲法改正の手続きが通常の立法手続きより困難である場合の憲法をいう。はい。日本の憲法どっちですか。わかります。日本は公正ね。難政じゃないですよ。えひ、国民投票とかそういう話になるんですよ。じゃあとでちょっと条文見ましょうかね。はい。なんか数年前一回ね、するかみたいな感じになってましたよね。 国民投票するのか、ねうん、あの憲法改正は普通の法律みたいにかん簡単にっていう言い方はちょっと悪いですけどそんな簡単には作れないですよ、うん、全然大変見ときます先に気になるえー、っとこっちじゃないよいしょええー、どこ行っか行っちゃったかなどっか行っちゃいましたねじゃあちょっと私は条文というか六法の方で、えー で6本お持ちじゃない方ね、ね後ろからこれ参考にしてくださいっていうのを取っていただいていると思うので、はい96条、96条だから、後ろの方ですね、きっとね、一番最後のページかな、はい憲法96条、憲法改正の手続き、この憲法の改正は各、各議員の各議員というのは衆議院と参議院ね、はい、の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、あこれ発議でいいです、別にね。はい えー、国民に提案してその承認を求めなければならないとこの承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票においてその過半数の賛成を必要とすると、はいまあ、ここまでなんですけど、はい、これをやらなきゃいけないんです憲法改正するって今までえっと皆さんこれからの民法とかを、ね、学習していくけど民法大改正とか言ってたのニュースで見たことありますあの ちょうど大きい改正があったんですけどね,、はい、でねその時に皆さん投票とかしてないでしょ改正するから投票だとか言ってないでしょあでも国会で作ってるんですから国民が関わることないんですよ直接国民が選んだ国会議員が作っていくのね、うん、でも憲法はそうじゃない国民に問うんですその是非を分かります大変でしょはいでこれははい戻りますよ 構成憲法ですよね。構成憲法でしょ。えー、しょ図表の四下の方だよね。通常の立法手続きより困難である場合の憲法だよね。よいはいはい。じゃあ次ね。金、えー、定憲法と民定憲法。はい。金定憲法というのは君主主権原理に基づき君主の権威を憲法制定の終局の根拠とする憲法を言うと。もう君主が作るってことですよ。 民定憲法国民主権原理に基づき国民の権威を憲法制定の終局の根拠とする憲法を言うと国民が作るんです。ねはい、え,えっとあもう下に答え書いてありましたね。はいえっと、今の日本の憲法は民定憲法ねもちろんねね、うん。ん近定憲法なんて大変でしょ、はい、ちなみに、えっと、明治憲法ってあの大日本帝国憲法ね戦前というか戦争 終わるまでの,というか、ね、の憲法、うん、あれは、えー、禁定憲法ですよ。はい、大いですよね、はい、いこね、まだ、そうなんだでいいとこあね、そうなんだ,いい、ね、なんだじゃだめだよっていうとこになったら言いますからね。はい、はい、次、6ページ開いてください、六ページ、えー。横さん、憲法規範の特質。 自由の基礎法と憲法は何よりもまず自由の基礎法である、えー、人権規定はもちろん、うん、統治機構についての規定も自由の規範である人権規範に奉仕するものとして存在するということね。人権保障のいい憲法というのは人権保障をするためって言ったよね。人権保障の第一歩は自由を認めることでしょう。自由がななないいい人権保障んんてあり得ないと思いません、ね、自由を認めることなんですよまず。 でこの憲法というのはもう唯,一の唯一の理念というのが人権保障なんです、ね、だから当然、自由を認めなきゃいけないということになってきます。はいはいでえー、統治機構,に,統治機構のき、えー、についての規定もってありますけどこれ、なんでと。人権保障と関係あるんですか いいあのね統治機関っていうのが整ってなかったらですね人権保障なんかできないんですよっていうこと分かりますあのもう王様の気分でどうぞ自由に決めてくださいみたいなこれ人権保障できないよねっていうのがわかるだから、えー、統治機関についてもきちんと規定をしておかなきゃいけないと日本国憲法はそれをきちんと規定しているんですよでその上で、えー、立法司法行政 あの三権分立、三権分立、どちらでもいいですけど、って聞いたことあります立法、司法、行政、ね、お互いに牽制し合ってみたいなね、実際は牽制し合ってるわけじゃないですけどね、でもそういうふうに分けてますよね、うん、これ一緒にするべきじゃないとい、ね。はい、はい、ということでございます。縦に、ね、制限規範 憲法が自由の基礎法であるということは同時に憲法が国家権力を制限する基礎法であることを意味しますと国民に自由を認めるということは国家には制限がかけられるということになるんですよでしょそこって反比例しますよね反比例国民が自由ってことは国家は制限かけられちゃうでしょわかります国民に何でもかんでも命令できないね国家はね それななんんででできないんですか国民に自由を与えるためです。ということは国家というのはその命令を与えられない例えばですよ、命令というのは、うん、与えられないという制限をかけられているよね。国国民にに自由をを与えるイコール国家に制限をかけるです、はいえー、最高法規憲法は人間の権利、自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する最高法規であると。 すすごいですね最高法規だから、あのー、法律より上ね同等じゃないですよ法律より上ねこの話また後で出てきますけど、はい、だから当然もう,もうこんだけ話したらあれ分かると思うけど当然国家っていうのも人権を侵害なんかできないですよというか人権を侵害するのは国家だけだからねあのよく わーってこう揉めたりして揉めたりしててその町中でとかじゃなくてね人権を侵害されたとか言ってるのあるでしょたまに、うん、な何の人権ですかって誰に侵害されたんですかっていうね話にだんだんなっていくんですよあの憲法を学習したらわかります、うん、なん何の人権どんな人権ですか,って、ねうん、だからあれは正しくはないねその国民同士で人権侵害だっていう、ね えでは7ページいきましょう立憲主義の展開はい横1からえ近代立憲主義、近代的意味の憲法に基づいて国家運営を行うことを言う近代立憲主義においては国家活動は警察防衛等の必要最小限の範囲にとどめられていたとはいこれ消極国家。これはね、まあ 言葉ぐらいは覚えといてもらったらいいかなと思って一応チェックを入れました青字になってるけどね、うんまあ、別名夜警国家とかね夜の警備国家、ね、夜警国家ね、はい、えっとですね必要最小限の範囲に行ってどういうことなのかっていうのね自由を認めるということは口を出さないということでしょで何かトラブル起きました、ね、大変なことになっちゃってますって言ったらしょうがないなあって言って国家権力発動ですよ でこれはまあ自由じゃないですか。国民は自由だよね。何、うん、かあった時だけ出てくよって言ってるわけですよ。まあ自由うん、でね、えー、要は国の方が最低限やります、ね、基本的にはご自由にどうぞ国民さんの方でやってくださいって言ってたんだね。で何が起きたかその結果何が起きたかっていうとですね次に、えー、縦に続くんですけど。 貧富の差が生まれたんですね貧富の差が生まれたんですよ、うん、国民に自由にやらせてたら、はい、消極国家のもとでは、無制限な自由競争が認められたと、えー、しかしそれは多くの社会的、経済的弱者の犠牲のもとで、少数の富める人々を保護する結果になったと、資本主義の矛盾。まあまあ、別にいいです そこで国家が積極的に介入して社会的・経済的弱者を救済する必要性が生じたんだとこれ現代立憲主義へと変化したんだということねだからあの国民同士はねいや別にあんたがお金なくたって知らないよって言ってられるけど国はそうは言ってられないでしょっていう話ですよこれまあ国がそうは言ってなかったのかどうか知らないけどね一応建前上はそういうことですよ国民同士はいいじゃないですか別に助けたければ助ければいいけど なんかうちが儲かっちゃってるから隣の、ね、同業の人かわいそうだなって言ったところで、まあ、でもしょうがないよねみたいな感じでしょ、うんねはい、だから、えーまあ、国家としてはその社会的というか経済的弱者、ね、を救済しなきゃいけないんだということに変わっていったんだね、うん、で図表のなら見ていただいて、えー、近代立憲主義近代立憲主義 えー、これなんか19世紀型とか言うんですけど自由権国家からの自由と、ね、人権は自由権国家からの自由だから極力手出さないでしょ国家がなんか困った時だけわーって「公権力行使ね好権力発動です」って言って飛んできてくれるわけですよ、ねうんはい、でこれが消極国家ねで現代立憲主義っていうのは自由権のほかに社会権社会権 経済的弱者を保護する、ねはいえー、が人権だったので、ね、国家による自由、国家による自由、国家からのじゃない、国家による自由、はい、実質的自由とか書いてありますけどね、これは積極国家ですよ。 はい、だから、元は国家は手出しません、元は国家は手出しませんって言ってたんですね、このまあ図表、そうだな、図表8見ていただくと分かるかな、うん、で、えー、そこの状態から、まあ、貧富の差がすごい出ちゃいましたって、何とかしなきゃいかんと、国がね、手を差し伸べなきゃいけない,い,い,けないということで、じゃあ、積極的に国家が手を差し伸べて、人権保障を図りましょうと、ね、これは社会意見ね。 社会権の代表例としては生活保護ですよ。生活保護、聞いたことあります生活保護、ねうんはいはい。でね、自由権にはいらない、要はただ自由を認めればいいっていうことにはいらないけど、社会権には絶対不可欠なものっていうのがあるんですけど、わかりますすっごいやらしい言い方しますけど、金です。財源が必要なんですよ。 そうでしょ国に全くお金なかったらいくら生活保護って言ってたって払えないよねそんなものねでしょ、うん、自由を認めるだけだったら別に金なんかいらないんですよ好き勝手やってどうぞって言われ、うんだから社会権を達成するその給付行政っていうかね、うん、その社会権を達成するためには必ずお金が必要ですだからいくら理想を描いたところで理想通りにはいかないよねそりゃね、うん、今もうなんかたまに夕方のニュースとかでやってるじゃないですか 生活保護の申請持ってったのに、なんかなんだかんだあの文句言われて結局受け取ってくれなかったみたいな。で、あの行政書士の先生とかこう一応付き添いとかで行ったらもう一発で受け取ってくれましたみたいな話とか <laughs> たまにやってるでしょ。そんなやってない？古いかな？古いかもしれないけど、はい。まあそういうことを。 にまあ、なりうるというか、ね、その区役所だ市役所だとかで受け付けちゃいけないという指導はされないとは思いますけどあれなん,なんですかね面倒くさいからなのかなちょっといまいち分かんないですけどね、うん、でもいずれにしたって国にその財源がなきゃ、えー、生活保護なんて出せないですよ当然ね、うん、だからまあ某某国なんかは絶対出ないんじゃないの出しようがないでしょきっと、うんまあ、そもそも憲法があるのかなっていう。 では8ページいきましょう、はいえー、現代立憲主義の特徴ですね、積極国家化、はい、社会国家化とね積極国家とは国家による社会への積極的な介入が人権保障に役立つとする考え方を持つ国家のことです、はい、人権保障に役立つんだと、ね、国家による積極的な介入 ね、これが人権保障に役立つんだという考え方、はい、これを持っている国家のことを言います。で、えー、過去に社会,社会権の保障、生存権などの社会権が名分で保障されている、生存権25条って知ってますすべて国民は、えー、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するでしたっけなんかそんな、そんなやつありましたよね。 それ内容何だか知らないですけど、うん、25条ねはい、はいまあ、このように保証されておりますよと,いうこと、ねはい、あの名文でっていうのはもう条文にしっかり乗っかってますっていうことだね文章で明らかになってるっていうぐらいでいいです 国家による積極的な政策の実行、公共事業の創出、産業基盤の整備などの政策を国家が積極的に実行する行政国家現象、行政国家現象は、これ、言葉は覚えておいてください。で、えー、用語解説の方ね、左側に用語解説ってありますよね、欄外にね、うん、星の1ってやつ。 行政国家現象とは本来法の執行期間に過ぎない行政権が国家の基本的政策決定に中心的役割を営むようになる現象を言いますと専門的技術的判断と迅速かつ円滑な対応が可能な行政権こそが積極国家の実現における重要な要素であることからこのような現象が生じていますでも何を言っているのかわからないというねなんとなくわかりますなんとなくわかる、はい、えー、っとですね法律ってどこで作るか知ってます さっき言ったか国会で作るんだよね、うん、でね国会議員って法律に詳しいと思います別に詳しくないよね、まあ、中にはあの弁護士の先生とかもねいらっしゃるんで、ね、それ詳しい方もいらっしゃいますよそりゃでも国会議員イコール法律に詳しいは成り立たないよね、うん、で現場に詳しいと思います現場っていうのはもうあのこの辺ですよ 国民がなんかやってるとこですよどんな人が困ってるとかそういう話ですよ詳しいわけないよね <laughs> いや別に悪く言うわけじゃないですけど詳しいわけはないよね、うん、じゃあ現場に一番詳しいのどこどこってあの3県の中でどこですか裁判所なわけはないよね裁判所は出てきた問題しか知らないその個人的に裁判官が知ってるか知らないかは知らないですよでも出てきた問題しか知らないでしょ 裁判所とししては行政が一番詳しいんですよ現場を見てるんですよ。行政って要は市役所とか区役所とかね。うん、そしたらその、えー、行政機関の官僚さんとかがね現場では今こういう声が多いですとこういう法案を通してくださいと、まあ、こういう法律を作ってくださいとそしたら国会議員さんが「うん、そうか分かった分かった」分かっ,たって言って作るんですよ。本来行政機関というのはですね 国会で立法された法律を執行する機関なんですよわかるその国会で法律が作られますよねその法律にのっとってまあ、例えば役所の業務を行ったりとかするわけでしょ生活保護なんてそうですよね国会議員が作った法律にのっとって生活保護をま出したりまあ、あの却下したり却下っていうかま拒否かなしたりっていうのをするわけですねその執行機関なんですよ行政機関って でも、ね、それじゃあ、あの法律、た多分進まないんですよね、現場が分からないから。なので、行政機関がこうやって食い込んじゃうんですよ。官僚さんとかが国会に対して、はい、この法律作ってください、お願いします、今、現場はこんなです、ね、で国会議員が、はい、分ったって作るでしょ、うん。これを行政国家現象って言うんです。要はね、行政権の力がちょっと大きくなりすぎてるという状況だよね。 だから行政国家ね、うん、でまあよししは別にして現状はそうなってます、まあ、いい悪いは置いときましょういい悪い言い出したらもう話進まないので吉、ねうん、ししは別にしてそうなってるまあでも必ずしもね悪いってことでもないよね、うん、もちろん批判とかもあるんでしょうけど ちなみに、ですね、この要語解説のところの専門的技術的判断というのが一番ないのは裁判所です、司法です。一番ないですよ、これは。はい、法律は一番詳しいけどね、もちろんね、そこを勉強しているわけですから。つ、はい、いでないのが国会、一番あるのが行政ということになるわけです。はい、えー、じゃあ、ウォーミングアップは終わり。ウォーミングアップは終わりです。 ウォーミングアップ終わりって言ってもあのここ必ずしも出るのかっていう話なんですけど3問しか出ないんでねわかりませんよただここからはあのまあここからはというかここはまあ出てもおかしくはないかなっていうところ全文全文憲法全文読んだことありますバファーファと読みますよファとか結構これ大変なんですねあまい,いかこっちで読むか 日本国民は正当に占拠された国会における代表者を通じて行動し我らと我らの思想のために諸国民との共和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し政府の行為によって再び戦争の参加が起こることのないようにすることを決意しここに主権が国民に損することを宣言しこの憲法を確定する。そもそもも国政は 国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来しその権力は国民の代表者がこれを行使しその覆りは国民がこれを享受するこれは人類普遍の原理でありあ失礼しました、えー、これは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基づくものである。 我らはこれに反すするる一切の憲法法令及び直を排除する日本国民は高級の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって平和を愛する諸国民の公正と審議に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した我らは平和を維持し先制と、えー、霊獣圧迫と偏教を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。 我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認する我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって政治道徳の法則は普遍的なものでありこの法則に従うことは自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うと言っているんですねまあなんかすごい文章ですねはい。 これが、えー、日本国憲法の前文です。日本国憲法が始まる前、ねうん、前菜というと言い方悪いですけどね。はい、メインではない、ね、ここでこのように掲げているんだということ、ねはいはい。じゃあ横一続きいきましょう全文なんて読むことないでしょう日常生活中学校とかで読みます中学校で憲法って触れるんですよね一度ね。うん 全然記憶がないんですよ、ね、公,民公民でしたっけこのちょっと同級生に聞いたんですけど同級生も記憶がないって <laughs> ちょっと分かんないです触れたのかどうかね、うん、でもまあ触れると聞きました、はい、で、えー、横一全文で憲法制定の目的、えー、国民主権それから自由の確保人権保障ね、うん、それから平和主義とはい、はい、これが全文一段一文と、ね、いうことなんですけどね まあいいでしょうでここからです11ページ全文の法規反省法規反省いいですか法規反省が認められるのかっていう話なんですけどこの法規反省っていうのはどういうことなのかこの全文は憲法のえ憲法の一部なんですかって言ってるんですねねっ、えー、1行目で全文にも法規反省は認められるって言っちゃってるんで、はい、憲法の一部ですということです だからこの全文を変えるためには国民投票です。はい、この全文を変えるためには国民投票です憲法の一部ということはそういうことです。はい、さっき96条を見たでしょあの手続きを取らないと全文は変えられません。それこそ何年か前にあの議員さんかな国会議員さん誰だったかもう覚えてもいないですけど全文なんてちんかちょっと変えちゃえばいいんじゃないみたいなことを言って何を言ってるんだみたいなね。 ことになってましたけど、うん、そんな簡単には変えれないです全文もね、憲法の一部ですという。はい。全、えー、文にも法規範性は認められる。よって全文は日本国憲法という法典の一部をなしその改変は憲法改正手続きによらなければならないと。はい。で、法規範性なしとかいう説もあるかもしれないけどもありでいいです。もうこれはあり。もありで固めてください。法規範性あり。ね。はい。で問題なのはこの後。 推論対策ってあるじゃないですか。憲法はちょっといまだに推論がありえるんじゃなかろうかと思います。推論ってわかりますか。あの。A. 説 B. 説が出てて。A. 説に対する批判として矛盾しないものはどれか。選べみたいなね。わかります。わ <laughs> かる。A. 説と B. 説が出ていて。A. 説 A. 説に対する批判として矛盾しないものはどれか。 っていうなんか聞き方はその時々ですよ必ずしもそんな聞き方ではないですよ、うん、A 説に対する批判として矛盾しないものってことは B 説の肯定説って話になるんですけど、うん、そういう問題が出るんですよいまだにでこれはあの過去問にもあるんであのそんなね一生懸命練習するような話じゃないんですよ推論なんてちょっと言い方悪いですけど国語なので日本語ですから書いてあること全部他の知識問題あるでしょ 他の知識問題っていうのは例えば誰それが何々をしたこの場合誰それが保護されるされないとかそんなの聞いてくるわけですよ、ね。A 対 B で B が勝ちますかとかそういうことを聞いてくるとねそういうのは知らなきゃ無理じゃないですかそれを判断する知識っていうのが頭にないと当てはめもできないし判断もできないもう最後鉛筆転がす話になっちゃうんででも推論っていうのはもう基本的には国語ですから見れば分かります。 だからその、あちょっと推論苦手だから一生懸命推論の対策を勉強しますっていうのはしないでほしいかな、うん、あの読めば理解できますからでそれで読んでも読んでも理解できないような推論問題たまにありますけどそんなものはいいですそんなみんな解けないからよほどみんなの感がさえない限りは、はい、でね、はい、話取れましたけどでも一応あのやりますよもちろん。 全、えー、文の裁判規範省つまりですね裁判規範省ってどういうことかって言ったら法規範省はもうありで決まったんでしょ裁判規範省つまりこの全文っていうのを根拠に何かを求める訴えを提起できますかって言ってるんです裁判規範省があるんだったら提起できるよねこの全文のどこかを根拠に裁判所に対して訴えに出れるわけですよで裁判反省がないんだったら その訴え提起はできないということになりますよね裁判権案制がないんだから、ね、という問題提起ですこれは、はい、問題点全文には裁判権案制があるのであろうか例えば全文2段3分にある、えー、平和のうちに生存する権利を直接の根拠として裁判で争うことができるのかが問題となると,ということね全、はいえー、文2段3分にあるってもうどこだって感じですよね、はい、ええー <laughs> とこ,ろはもうこれを探そうとすると大変ですね、平和のうちに生存する権利、まあ良いでしょう、一応二段落目かな、一応二段落目の3行目かな、この平和のうちに生存する権利、平和的生存権とか言うんですけど、これって、あのー、ここにしか出てこないんですよ。 平和的生存権ってて各条文に出てこないんですよでねじゃあ、えー、例えばですね、えー、自分の家の近くに自衛隊の基地を作りますって言われた、ね、そしたら平和のうちに生存する権利が害されるって言って裁判所に訴え出ることができるのかっていうことわかるつまり平和的生存,生存権が侵害されたと言えるのかという話なんですよ で仮にこれを言える、平和的戦争権を侵害されたんだって言って裁判所にあの基地を、ね、作るのは憲法に違反するって言えるなら裁判規範性あり言えないならなしという流れになるんですけど、はいえー、解説、裁判規範性否定説。 全文は直接裁判規案となり得ず法律などの違憲性の主張は直接には本文各条項に違反するとして主張されるべきだとつまりあの第何条とかを使えと、ね、この全文を使うんじゃない第何条を使え、はいまあ、理由としては全文の内容は国民主権基本的人 平和主義など抽象的な原理ないし理念であって具体性を書いていると、まあ、これは理由としてわかるね。はい、一般にすべての法規が裁判規範であるとは限らない、特に憲法はその性質上裁判規範でない規定、えー、統治組織に関する規定などを含んでいる。三、うん、全文は憲法構造における最高位の規範であり、その内容は本文各条項に具体化される、これによれば裁判規範となるのは本文各条項であって全文ではない。 本文各条項の意味内容が問題となった時のみ全文が解釈指針として用いられるとだから各条文を根拠にえ訴え出るべきだよ訴え出るべきだよでその本文各条項とかにねまあ漏れがあったりとかこれだけじゃ判断できないって言った時に全文を持ち出しましょうで解釈指針として用いられるってことはまあ判断材料にするってことだよね判断材料にする全文をね えー、丸4憲法本文、各条項に献血、これ、献血と読みます、献血、献血、もう一生読めないよ、こんなのね、献血、一生読めないし、多分一生使うことがないです、法律を勉強しないと、はいはい、献血がある場合には、全文が直接適用されることは理論的にはありうる、しかし具体的に本文、各条項に献血があるとは考えられないっていうね、で献血ってあの、ごめんなさい、欠けてるとか抜けてるとかね、そういう感じ、なんとなく字から想像ができるかもしれない。 ちちょっと抜け落ちがありますみたいな、ねうんはい、だから各条項に何条何条っていうところに抜けがあるんだったらその全文を使うっていうことは考えられるけどその何条何条っていう各条項に抜けなんかないだろって言ってるんですね、うんはい、だから否定になりますということね、はい、だからこの1から4っていうのは裁判規範性はないんだっていう人の理由です なぜないんだって言ってるかってことこれがあるからないんだ、ね、はい続きまして今度「肯定ね」ね当然逆説ねこれは逆説です A が否定してるから B は肯定してると全、えー、文に裁判規範性はあるただし全文が適用されるのは本文各条に適用すべき条文がない場合だと裁判規範性はあるけどその無条件にあるわけじゃないって言ってるんだよね B も。 裁判権案性もあるけど無条件にではないよと言ってるわけですよ。るわけですよ。理由1全、えー、文の抽象性と本文の具体性の際は相対的でありこのことから全文の裁判権案性を一般的に否定することはできない、えー、と相対的ってわかります相対的ってあのこの2つで比べたらって言ってるんですこの2つで比べたら確かに全、えー、文は抽象的だよね 各条項は具体的だよねって言ってるね、うん、でこのことから全部の裁判規範性を一般的にまあもう広く広くね、うん、広く否定することはできないでしょって言ってるんですよ、はいうんまあ、だから、えー、とこれは、えー、否定説つまり A の1と比較していただければいいかなと思いますね、うん つまりですね相対的ってことは場面によるだろうって言ってるんだよね。場面によるだろうって。うん、なんか具体的に捉える場面もあるって話なんだけど、ね、そういうことを言ってるってことなんだけど、ね、こんなの真正面から受け取んないでくださいね。わ <laughs> かりますこんなのだってその人によるでしょこんな感覚的な話じゃないですか。だからこれを真正面から受け取ってあそっか相対的だよなっつってこう頭の中。 ね、こんがらがらせて一生懸命考え始めるとだんだん霧の中に迷い込む方に足が向くんですよ。ね、ああそうなんだなくらいでいいんですもう斜めから見るぐらい天の弱ぐらいがちょうどいいです、ね。これをもうがっつり捉え始めたらもう大変です。もうこの全文の学習というか全文のことを研究というかね一生懸命覚えるだけでも何ヶ月何ヶ月じゃ聞かないでしょ多分、うんん。だからいまだにこんな説があるわけですからね。 この説だってあのそこらの辺の人が言ってるわけじゃないんですよ、これは。偉い,いのかどうか知らないけどあのすごい学者さんたちが戦わせてるわけですから、これを。こ、ねうんな斜めから見ておいてくださいだから、ね。結局は相手の説に何て言えばいいのかな、えー、相手の説を否定するための難癖をつけてるんですよ、要は。かりますあの皆さんね、えー、友達と遊びに行こうってなるじゃないですか。 で、まあ私は、えー、釣りが好きなんですけどね。で釣り行こうよ、ね。釣ったら魚食べれるし、ね、あの海船で出てプカプカしてたら気持ちいいし、って言うけど、登山に行きたい人もいるわけですね。でその人は登山に行こうよって言うんですよ。いやもう山登ったらあのカロリーも消費できるし、あのー、空気も美味しくて気持ちいいよみたいな。いや。 そしたら登山に行きたい人は釣りを一生懸命否定するんですよ。なんか餌もわけわかんない虫とか使うしあのなんか臭いし帰ってから魚処理するのめんどくさいし、ね、で逆に釣りに行きたい私はいやもう登山なんて毎日足潰らしたらどうすんのって怒 <laughs> っこちゃうかもしれないでしょ熊出てきたらどうすんのとか、ね、そういうのをだから要はね相手にこうちゃちゃ入れるというかね何か癖つけれる箇所を探してるんですよこ,れこういう話は。ね、だから真っ正面から受け取んないでくださいね。 釣りとその登山の話だって相対的でしょ釣りと登山を比べればっていうところになる、ねうんはいはいえー、続き見ますね「02」えー「肯定説の丸二ね、えー、憲法の場合裁判憲案でないものが多いがそのことだけで全文の裁判憲案性を否定することにはならないってこれはもうそもそも理由になってません」ってわかる <laughs> 憲法の場合裁判憲案でないものが多いがここまではわかりますよねあ憲法ってそうなんだな それをもって直接、ね、こう裁判所に訴え出ることができない規定が多いんだなまでは分かるよねそのことだけで全部の裁判権制を否定することにならないってもう意味が分からないでしょこんなのねって思いませんでも肯定することにもなりませんよねっていう話じゃないですかこんなのでしょだって実際に憲法の場合は裁判牙でないものが多いって認めちゃってるわけだからでしょ、うん、だからこれはもう理由になってませんそもそもね丸さん 全、えー、文は最高位の規範であるからといってそのことが全文の裁判規範性を否定する,と、えー、する理由とならないってもうこれも理由じゃないですよねそもそも。でわ分かりますこんな理由じゃないでしょうこれでどうやって肯定するんですかっていう分かる肯定に持っていけないよねこんなんじゃね、うん、皆さんが議論してると思ったらそうでしょこれで肯定には持っていけないでしょうはい12ページはい丸四。 えー、否定説は本文、各条項に献血がないというが、例えば平和のうちに生存する権利は本文第3章に規定のない基本的人権であるというべきであり、この権利を侵害する法律や行為に対して直接この全文の規定を適用して違憲と判断されるべきであると、はいえー、先ほどもお伝えしました、平和的生存権は各条項には出てきません、全文にしかありません。なので、そうなると、そうなると、これは理由になってるよね。これは理由になってると思いません、ね。だから、○1、○4 はまあ理由になってます。は無理でしょう でまあ、これに対しては、ね、A からの再,再反論というか、まあ、再反論じゃない反論か、批判というかね、があって、あの13条で保障すればいいっていうのがあるんですよ、13, 13条見ときます、憲法13条。あのまたやりますけどね、判例だらけですね、憲法はね、本当に。A、13条、はい 憲法13条個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利の尊重すべ、えー、て国民は個人として尊重される生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするんだというのは13条なんですけどね、まあ、これで保障しろということが A の方から反論として出てます。A といいうのはは裁判規範を否定する方ね というわけでこっから判例に行きますよじゃあ裁判所はどうやって判断したんですか肯定例として長沼事件第一審判決、まあ、一審、これ一審,二審で終わっちゃうんですけどね、あちなみに日本三審制ね、これ全体構造でもちょっとお話ししましたけど、日本は三審制です。で一審から二審に対して、つまり、まあまあ、気に入らんってことないその判決じゃあ不服ですぞ。 不服申し立てするのが控訴、で2審から3審に、えー、不服申し立てするのが上告って言って、まあ、3審制、3回裁判を受けれる権利がありますって言ってるんだけど、3回目はなかなか難しいですよね、特に地裁、高裁、最高裁っていくと、あのね、えっと、1、ま、回、あ、そこまで話すと難しいかな、あの1審と2審は事実審っていうんですね、あの民事の場合ね、民事裁判の場合ね、実審あのまた民事訴訟でやりますからね、いいですけど。 訴訟やるのいいつだっていうねう来年再来年かな年明けてからですね再来年のねなんだけど事実心つまりその、えー、例えば A が B にお金返したのに返してくれないとか言って本当に貸したのか返してないのかとかねその辺り揉めてるでしょでそういうところを審理するのは2審までなんですよで2審っていうのは一審でもうお互いがね主張したことっていうのはそのまま持ってきますから だからもう一審で述べとかないと主張はねじゃないとあのやられますよ言いたいことはもう一審でばしばし言うとあっためといたりしたらだめですよ最後の切り札とかねさっさと使ってくださいみたいなまあそれはあの弁護士の先生がねちゃんとやるんでしょうけどでじゃあ三審何するんですかこれ法律審をやるんですよ法律審あのそれこそ憲法に違反してないかとかねあと重大な法令違反がないかとか あの事実死なんかやるわけないでしょ、最高裁判所って日本に一つですよ、そんな暇じゃないですよ、そんななんか、A と B が100万貸した、返してないだ、なんだっていうの、最高裁まで持っていかれたらたまんないでしょ、そんなことやってらんない、うん、はい。はい、なので、えー、まあ、事実的には2審までっていう感じかな、でも一応あの、上告っていうのはできますよ、うん、ただ、あのそんな、棄却されたりとかね。 っていそれは最高裁でやるような話じゃありませんって。うんまあ、よほどなんかその事実認定にね変なところがあるなって思えば高裁に差し戻したりとかそういうことはあるかもしれないですけどね、はいまあ、また裁判の話裁判の話というかあの憲法は判例ばんばん出てくるんで半分半分近くは判例だと思ってください。はい、で、はいえー、とこれは一審と二審なんですねだから地裁・高裁です。 では公定例いきますよ。えー、国自衛隊の内陸基地建設のために農林大臣が国有林の指定を解除したことに対して地域住民が憲法九条の規定がある以上自衛隊の基地建設には公益上の理由がないとして処分の取り消しを求めた事案。あのこれ公益上のにな何言ってんだろうねあのネットとかで全然ほら森林法とか見れるんで <laughs> まあ、ま、別に見なくてもいいけどでねこれ今その えー、国有林の指定を解除できるっていう話なんで交易上の理由があるなら解除していいよっていうことを言ってるんですよこれ。ね、要はこの自衛隊の基地を建設するためにあの開かなきゃいけないじゃないですかそんな林の中に基地なんか作れないから、ね、そしたら解除しなきゃいけないよね当然ねその国有林の指定なのか何なのかっていうのね。うん、で解除した上でそこを全部バーって切って開いて。 で基地を作りますっていう話なんだけどこれは公益上の理由があるんだったら農林水産大臣が農林大臣水産大臣農林大臣が解除できるって言ってるのねこの森林法26条2項っていうのは。で自衛隊の基地建設は憲法9条がある以上あの公益上の理由に当たらんと言ってるんですこの人は。 だからこの解除っていうのはできないはずだって言ってる国有林の指定の解除なんかできないだろうってわかるつながりました公益上の理由があれば農林大臣は解除していいよって言ってるのねそあその自衛隊の基地建設が公益上の理由じゃないんだったら解除できないっていう方向に行くでしょでそれを言ったんですよこの地域住民は。 はい、で、えーまあ、その解除を取り消せって言ったんだね。うん、で、阪神、阪神っていうのは、判例の趣旨、そのままです、判、はいえー、例の趣旨っておかしい、判断の趣旨、うん、基本的人権尊重主義、平和主義の実現のために、地域住民の平和のうちに生存する権利、すなわち平和的生存権を保護しようとしているものと解するのが妥当であると。 この社会において国民一人一人が平和のうちに生存しかつその幸福を追求することのできる権利を持つことはさらに第三章の各条項によって個別的な基本的人権の形で具体化され規定されているとなんか分かるような分かんないようなっていう話ですけどね、うんまあ、あの一応肯定はしているということだねこれはね、うん、平和のうちに生存する権利って全文から持ってきてるねこれそうすると裁判権は性ありっていうことになるよねこれでいけば。 じゃないですかここを裁判所が判断の基準に使ったんでしょ全文を。でこの否定同じ事件の2審です同じ事件の2審。 前文第2弾は理念としての平和の内容についてこれを具体的かつ特定的に規定しているのではなく崇高な理念ないし目的としての概念にとどまるのであることは明らかであって前文中に定める平和のうちに生存する権利も裁判権案として何ら現実的・個別的内容を持つものとして具体化されているものではないと、はい、なここで判断はできませんって言ったのね まあ一応、これ否定,否定の方なんだろうね、うん、二審なんでなんとも言えないですけどね、でえっと、その他、百力地訴訟、大審判決、第二審判決とも規範性否定なので、まあ、否定でいいでしょう、知識として聞かれたら、でも多分知識としては聞いてこないと思いますけどね、うん、最高裁じゃないんでね、うん、ちょっと聞けないでしょう、まあ、出るとしたら学説かな、学説推論かなっていう気はします。はい、はい とというところでしたでちなみにですね、えっと、法規反省っていう話と裁判規範省の話になりましたけど法規反省がなかったら裁判規範省の話にはなりませんからね。<laughs> 法じゃないんだから。かる。憲法の一部じゃないってなっちゃったらもう裁判規範省の話にはならないでしょ。はい、はい、では13ページいきましょうか。 基本原理、基本原理横一根本価値としての個人の尊厳近代憲法の本質は個人に着目する点にあるその,ためにそのため憲法は一人一人を個人として尊重するという考え方を基礎にしている個人の尊厳、はい、個人の尊厳って何なんですか人人権権保保障障でででいいですす一緒ですこんなの えー、憲法原理、自由主義人は本来的に自由な存在であり国民は国家から干渉を受けないという原理を言う、はい、国家からの自由だね、これね国家からの自由だよね、うんはい、民主主義主権者である国民が自ら政治に参加し国民の意思を反映した政治が行われるという原理を言う、はいえー、日本は民主主義ですよ。日本は民主主義ですよ知ってる大丈夫 だから、えっとまあ、選挙で、ねえー、選んでその選ばれた人たちが政治を行っていくと、まあ、間接的に民意が反映されている,るのかって感じですけど、まあ、されているという建前なんですよ。うんはい、次、平等主義、えー、各人を人間として平等に尊重しなければならないという原理を言ってもこんなの憲法を勉強するとか以前の話だよんんで え福祉主義国家に国民が個人の尊厳を保障するための積極的作為を要請する原理を言うと、はい、社会権だよね国家,によるじえ国家による自由、はい、1が国家からの自由で4は国家による自由ですよ、はい、でも2は国家への自由になるかな、はい、はい次平和主義平和主義 ここはまた問題になるんですね確か9条は出たことはないはずですが、うんはい、ないはずですけどね出すとしたら一大論点だよね、うんえーまあ、9条そこ条文出てますけどこれを意図して意義、えー、個人の尊厳が保障されるためには何よりも平和が保障されていなければならないという原理を言うって意味わかりますこれ全体構造でお話ししたよね。 ちょっとだけだけけど、ねうん、あの平和がない国にというか戦争をやってる国に人権なんてあるわけがないよねっていう話ねあの、えー、大東亜戦争、ね、第二次世界大戦の時だって招集令状赤紙ってやつですよね来て「はいじゃあ戦争行ってください」ってもうどこの戦地かも分かんないと借り出されてで断ったら「非国民」って言われてっていう感じでしょ。あの 憲兵隊みたいな人が来て閉じ込められてみたいなね、うん、そんな戦争やってる国で人権保障なんかできるわけないですよね、まあ、今はちょっとその何て言うんですかその兵士の人数とかで勝負する時代じゃないだろうからう全部そのネット上というか何その画面見てやるんでしょうからね戦争も、うん、まあそれでもやっぱりあっちゃらこっちゃらでね内戦がとかって言ってると実際人が動いて、えー、まあ戦争をやってるいる という状況であることを考えるとやっぱり戦争なんかやってる国に人権保障は無理だねという話にはなりますよね、うん、だから大前提ですこれははい、はい、で一応、えっと、三大原則ってわかるかなあの憲法の,あのやりました中学校の時それこそあの国民主権と基本的人権の尊重と、えー、戦争放棄、まあ、平和主義、ね、これ3つねそのうちの1つですねこの平和主義っていうのはね 十四、はい、ページね、はいえー、平和的生存権日本国憲法は前文第2弾3文において平和のうちに生存する権利を規定していると、はい、法規範制は有するが裁判規範制は有しないさっき見た通りり、ね、一応否定説ね法規範制は肯定説で固めちゃっていいんですからね裁判規範制ですよ裁判規範制は一応否定説ね えー、戦争の放棄、えー、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する,する手段としては放棄されると国際紛争を解決する手段としてはっていう文言があるでしょでこれ国際法上は侵略戦争を言うわけですよ侵略戦争を。 とということはです、ね、自衛のための戦争、自衛戦争と、ね、いうのはとりあえず9条1項では放棄されてないということになるんですね。かるあの9条、まあ、あの条文のペラペラ見ていただいても結構ですし前のページにも別にあるんですけどね、うん、国際紛争を解決する手段としてはって言ってて。 えー、国際紛争を解決する手段イコール侵略戦争ということだったらあの自衛戦争に限らずというか自衛戦争しかないんでしょうけど侵略戦争じゃなければ、えー、放棄してないってことになりますよね9条1項ではね分かるいいかなだから国際紛争を解決する手段としてはっていうのを侵略戦争って読み替えちゃえばいいです そしたら侵略戦争以外は放棄してないことになるでしょ、九条1項で。という話ね、はい。で、からの2項ですよ。はい、戦力の不保持。全項の目的を達成するため,あ達するため、えー、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないと言ってるんですね。いいまずここまでいいですか。はいいいで、すね、はい、でそうなると何が問題になるか分かります 全項の目的でしょのの目的、はい、前の目的的とは一項の理念としての戦意と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求することをいうとでその目的を達するために二項で戦力の保持を無条件に禁じまた公選権を否認してるんだということを言ってるのね。はい、で言ってるんだけどこれ。 また推論があるんですけどね、推論、推論じゃない、推論対策があるんですけどね。一回ね、十六ページ。十六ページ開いていただいてですね。図表の十一。はい。これ見ていただくとですね。はい、まず上の段が一項です。九条一項の話です。九条一項の話で、国際紛争を解決する手段としては。の。 解釈として、えー、侵略戦争は放棄するよそれ以外の戦争は別に放棄してないよつまり自衛戦争は可能だよっていう A 説と一切の紛争を解決する手段としてはと解するそうすると全ての戦争を放棄っていうことになるわけですね一切の紛争を解決する手段としてはと返したら全ての戦争つまり侵略戦争だけじゃない自衛戦争も放棄したことになるわけですよ。それが B 説 右側,、ね右側ねいいはい、で今 A 説だったでしょ立ってる位置はで A 説でいくとですよ1個 A 説でいくともう B 説はねそんな気,気にしなくていいというかそういうふうに取るんだったらその B 説の真下にしか行きようがないんですよわかります ?B 説の真下にしか行かないでしょいですか1個の時点で B 説の真下にしかないじゃないですか1項の時点で。 え全ての戦争を放棄するだから自衛戦争も放棄しますよだから、ね、そしたら結論として自衛戦争も放棄しますっていう全面的放棄説かな全面放棄説かにしか生きようがないんですよで問題なのは A でね今見てた A 一個を国際つまり侵略戦争としては放棄です、ね、侵略戦争は放棄です その他の他戦争つまり自衛戦争は放棄してませんよってなるとこっから2つに分かれちゃうんです、はい、それが9条2項の意味前項のの目的っていううをどう取るかですで A 番節 A ン節っていうのは侵略戦争放棄の目的と解するとしたらとしたらですよそしたら自衛戦争はそのままいいってことになりますよね。 侵略戦争放棄の目的全項の目的は侵略戦争を放棄することが目的なんだって取ったらやっぱりここでも自衛戦争は消されないでしょ。だか自衛戦争残るよね。自衛戦争放棄しませんになる。うん、で A2 説これが一番多分ネックです。A 説を取ったらね A1 説にはストレートに行くんですよ。分かります考え方としてそっちに行きやすいでしょ。1校で侵略戦争だけ放棄して自衛戦争は放棄してませんよって言ったら。 A1 に行きやすすくないですかじゃあもう全国の目的っていうのは侵略戦争の放棄なんだろうなじゃあ自衛戦争はいいんだろうに行きやすいでしょ方向としてはで B 説取ったらもう、えー、その全面放棄しか行かないからねそもそも1行で終わっちゃってるから、ね、で A 説が一番問題です正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する目的で 全項,項の目的っていう文言を捉えたとしたら自衛戦争も放棄になるんですよ。わかりますあのいやーよくわかんないなって思うかもしれないですけどこれそんな簡単な話今してないので大丈夫ですよ別にあの。この時点でうわー憲法は難しいもうだめかもとか思わないでくださいねそんな簡単な話ではないですよこれ。うんあの 初回にやるにはちょっとっていう感じはしますけど、まあ、あの、九条はあるんでね。だから、不安にはならないでください。うん、だから、ポイントとしては、ポイントとしては、英説。つまり、九条一項で、九条一項で、自衛戦争は放棄してません。って言ったとしても、全面放棄に生きうるんだっていうこと。 かる2項の解釈次第2項の全の項の目的っていう文言の解釈次第では A 説全面法規説に行くんだっていうこれが一番考えづらくないですかだってねだって B から A1 には絶対持っていけないでしょ B から A1 は絶対無理だよねで A から A1 はすごいスムースにいきやすいですよねこれは A から A2 が一番ややこしくないですか,かポイントはそこです でちなみに政府見解は A2 です。じゃあ戻っていただいてですね。A、14ページまで戻ってくださいね。はいだからえー、とスモール A ね、全項目的は一校の理念としての正義とうんたらかんたらすること、ねだからそのえー、2項で無条件に、えー、戦力保持を無条件に禁じまた公選権を否認しているんだと。 言ってるんですよ、はい、でねじゃあ今度そうなると戦力って何なんですか、はいえー、戦力自衛のために必要な最小限度を超える実力を持つことを言うで一戦力に至らない自衛のために必要な最小限度の実力であれば憲法9条2項によっては禁止されないと政府見解ねこれもねうんでね <laughs> でですよ <laughs> いいですかこれどういうことを言ってるかってわかります 自衛隊は戦力じゃないって言ってるんですよ。うん、それは無理あるだろうって感じですけどね、うん、自衛隊は戦力じゃないって言って言あるでしょ、普通に。うん、だから自衛のために必要な最小限度の実力なんだって言ってるんですもね。でもね,このね、えー、必要な最小限度の実力っていうところにも、えーまあ、批判っていうのもあってね、一体どこが最小限度の実力なのかわからんと、ラインが。 このの武器はいいかかとかそんな話にな話ってきちゃうでしょゃあ分かんないじゃないですかそんなことあの。軍事ジャーナリストとか、ね。軍事ジャーナリストでも分かんないでしょ多分。そういう批判はありますよ当然。ねうんはいえー、で、えー、判例ってこのこの判例もねちょっとね裁判所がかわいそうな判例なんですけど、はい、見ていきましょう。砂川事件あの 憲法って事件名って結構持ってくるんですよ。なんたら事件、かんたら事件ってね。で、別にその事件名を覚えないと問題が解けないとか、そんなことはないんですけど、まあ、覚えるぐらい判例読んだらいいんじゃないとは思います。うん、判例読むのはいいと思いますよ。すごく。あの、下手に学問書とかね。まあ。 あの足部先生っていうね憲法学者の先生がいて「足部憲法」なんて呼ばれてるねあの本があるんですけど憲法に関してはそれ読んでいただいても構わないですけどあのそんなねとんでもないなんていうのかな本当の学問書みたいな感じともちょっと違うので別にいいですけど別にそれ読まなくても判例とか読んだらって思う、うん、あのこのテキストに載ってる判例だけでもいいからバーってずっと見てたらそれだけで。 結構力つくんじゃなないかなと私は思います、はい、私もそうあ私は、うん、やっぱり判例でしたでもそんな,なんたら芦部先生の憲法とかそんなの見てません見たくもなかったし見たくもなかったっていうのは変な意味ではなくてね、うんはい、もうこのブレイクスルーに載ってる判例とかはしっかり見る、うん、でそうするともう事件名バン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 ついてるんで事件名覚えるぐらいあ,あはいはいあの判例ねって なるぐらいいい読めばいいんですよ憲法やってる間憲法だけだから民法ないから先に民法のね学習とかされてた方とかあと先取りで見られる方とかねそういう方いらっしゃるのかな、うんね、あのそれで民法を学習するとか民法の過去問先にやるんだっていう方は全然いいんですよやったっていいんですよやったっていいけどカリキュラム上は一応今は憲法しかやることないから憲法に全力を注げるので。 でこれはもう二度と来ませんからね、この1科目に全力を注げる時期って。まあ、民法始まったら憲法置いといていいですけど全力を注げるとは言っても心の片隅になんかいるじゃないですか憲法どうしようって。うん、だからもう今だけなので、うん、その間にもう読みたいだけ判例読んだらいいと思いますよ。<laughs> はいはい、で、えー、ごめんなさい続きいきますね、砂川事件。 東京都立川市にある駐留米軍仕様の立川飛行場を拡張するための測量に反対するデモ隊員が基地内に立ち入り特別法違反で起訴された事件において米国の軍隊の駐留は憲法9条で禁止される戦力の保持に該当するかが争われたって言ってるんですよもう裁判所にこんなこと聞かないでって感じですよね皆さん裁判官の立場だったら嫌じゃないですかわかりますこれ言ってるほどあのアメリカ軍が で禁止すするる戦力に該当するのかって言ってて言るんですよそんなこと聞かないでほしいでしょう <laughs> って思いません、うん、でえっ、ー、とまあ藩士としてはね我が国の指揮権管理権を行使しえない,、えー、しえない外国の軍隊はたとえ我が国に駐留するとしても憲法9条が禁ずる戦力には該当しないで <laughs> まあそうやって言うしかないよねこんなのどう思ったところでね <laughs> まあ実際そう,だうそうだろうとは思いますけどねその日本でが指揮なんてできないでしょ 日本に基地を置いて駐留しているアメリカ軍とはゆえあのこれこういうふうにちょっと守ってくれませんかとかね夜中騒がないでくれますかとかそんなことは言えるのかもしれないけどそ,そういうことを言ってるんじゃないですよここははい出動してくださいとか言えないでしょうそんなこと、うん、それは憲法9条でが禁止している戦力には該当してませんと該当しませんというふうに言ったんだね続きまして交戦権ですけど 抗戦権も戦う権利ですよね戦う権利で武力行使に訴える際公選法規により国家が交戦者として有する権利を言うと船舶の検査や打歩占領地行政などがこれに当たると、ねまあ、当然第二次大戦まではね日本もやってたでしょきっと、まあ、それはどこの国だってやりますよねしょうがない戦争だもんね、うん、船舶捕まえてね、うん、しょうがないと思いますよでもちろんもちろんあの今はこんなもんありませんよ こなあるなんて言ったら大変なことになるからね。はい。はい、で、推論対策に入っていきます。これはね、本当、ちょっと確率としてはそんな高くないですよ。出る確率はね、あの内部だし。内部。デリケート。だし。うん、そん。なの簡単には出せないと思いますけど。なんか司法試験では出てるみたいなんでね。まあ、出てもおかしくはない。というか。うん。そんな目が飛び出るほど驚くことではないかな。っていう気がします。 はいえー、じゃあ問題点ね憲法9条1項は自衛戦争も放棄したものか、えー、9条1項の戦争の放棄には国際紛争を解決する手段としてはという留保がつけられていることから問題となると、はい、だからもうこれさっき見たところね、うん、9条1項っていうのは自衛戦争も含むかっていうのが1つ目の問題提起です、はい、で通説ね基本的には通説を覚えるって感じこういう推論とかは通説を覚えるって感じです基本的には。 あの平,等の平等にというかそのバランスよくその A 説 B 説 C 説って覚えなきゃいけないっていう場面も出てくるかもしれないけど基本は通説ね判例通説はい、えー、憲法9条1項で放棄されているのは侵略戦争で自衛戦争は放棄されてないということね、うん、A 説になるねこれね、はいえー、従来の国際法上の通常の用語例によると国際紛争を解決する手段としての戦争とは国家の政策の手段としての戦争と同じ意味であり具体的には侵略戦争を意味するんだと。 このような国際法上の汚れを尊重すべきだと言ってる、ねうんはい、で批判としてですね一応侵略戦争と自衛戦争を区別することが困難だ、ね、そういう批判はある一応、ね、有力説憲法9条1項において自衛戦争を含めてすべての戦争が放棄されている従来の国際法上の解釈にとらわれるべきではないおよそ戦争はすべて国際紛争を解決する手段としてなされるものであるまあそうやって言われればそうですよね。 国際紛争を解決する手段以外の戦争って何がありますかっていう気がするよね。うん、解決に導けませんみたいな、ねうんはい、だから、えー、とこれ少数説とかじゃないのね有力説、うん、だからまあ通説に近いぐらいの人が支持している説というかね。うんはい、でこれがまあ一応一応だから通説の方ね 1>, 1項では自衛戦争は放棄してませんで2つ目の問題点です憲法9条1項においては自衛戦争は放棄されてないと考える A 説に対しても道場2項によって結局は全ての戦争が禁止されてるんじゃないでしょうかこれからさっき図表を見てもらった A1A2 に分かれていくんだね A1A2 に分かれるっていう話、はい、憲法9条2項も自衛戦争は禁止していないだから A 説からストレートに行ける方がこれ理由 え憲法9条2項の全項の目的を達するためとは侵略戦争放棄という目的を達するためということであると、うん、自衛のための戦争を、えー、放棄っていうのは全項の目的に含まれないんだと、うん、憲法9条2項は侵略戦争のための戦力は保持せずまた交戦国が持つ諸権利は侵略戦争のためには認めないと規定するにとどまると言ってるんですね、うん、だから自衛のための戦力っていうのは OK だよっていうことになる。 えーはい、だからまあ,あの1項で「侵略はだめだよ自衛は OK だよ」って言って普通に読めばこの A1 にたどり着くって感じだよね自衛は OK ですって、うん、はい16ページ、えー、まあもちろん批判がございましてですね憲法66条2項の文民条項以外には戦争ないし軍隊を予定した規定が全く存在しないじゃあ66条を見てみます せっかく出てきたので、ね、こ,んなこんな毎度毎度、条文は見れないと思いますけど、えー、66条,、はい、66条内閣の組織内閣は法律の定めるところにより、えー、その主張たる内閣総理大臣およびその他の国務大臣でこれを組織する内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない。 はいまあ、この話をしているんですけど、じゃあ、文民って何なんですか文民っ,っていうのはあの、軍人じゃない人、それから職業軍人の経歴のない人を言うんですね、うんまあまあ、そう聞かれることはないと思うけど、はいえーまあ、これ以外に戦争ないし、軍隊を予定した規定が全く存在しない,という、と憲法の条項にその戦争のことが書いてないって言ってるんですよ。 書いてあるわけななないいいじゃないですかねねそんこと、ね、書いてあったら大問題でしょ本当なの憲法に戦争のことなんて、うん、そうだよねだからまあただそれが書いてない以上その戦力を保持するっていうのは無理があるんじゃないですかっていう批判だよねこれ A1 説に対する批判だからね、うん、はいえま、ー、に自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは実際には不可能に近いまあそうです不可能でしょうね、うん 自衛戦争が放棄されず自衛のための戦力が合憲だとすれば結局は戦力一般を認めることになり憲法9条2項の規定が無意味になるんだと、はい、丸さん自衛戦争を認め,る認めているとすればなぜ、公選権を放棄したのかを合理的に説明できない、まあ、だから1、2、3いずれも1はちょっと分からないですけど2、3は一応批判の理由にはなってるかなっていう感じだよね。うん、公選権まで放棄する必要なかったじゃないかと自衛戦争を認めるならね。 といいうことを言ってるね、はい、で a 通説ねこれ通説です、えー、憲法9条2項によって自衛戦争も禁止され結局すべての戦争が禁止されてることになるんだと、うん、A 説取ってそこから行きづらい方の a 通説に行く政府見解もこっちですと、はいえーまあ、理由として、えー、もし自衛戦争を認めるんだったら自衛権の行使という美名のもとにおいて実際には 侵略戦争が行われる可能性がある。1項の規定のみでは自衛戦争は放棄されてないと返すべきであるが2項において陸海空軍その他の戦力の保持をしないとすることによって戦争を行う物質的な手段が,手段が否定されまた、公選権を否認することによって戦争を行う法的な根拠が否定されておりこの両者によって結果として自衛戦争を行うことが不可能だと。3つ目で日本国憲法はおよそ戦争に関連する諸制度すなわち例えば戦線や 講和の手続きなどについては何ら規定を設けていないこのことは自衛の戦争をも含めた一切の戦争を予想していないことを示すものと言わなければならないと,、うん、えっともう理由のところを細かく覚える必要はありません一応,い一応あの、まあ、書いてあるし読みましたけど、うん、まあ割としっくりくるんじゃないかなこれはさっきの訳の,のわからない理由になっていないようなものに比べたらねあの全文のところね、うん ただまあ本当に細かく覚える必要はないかなって感じ何しろポイントは A 説を取ったとしても A2 説にいくってことですよ分かる1校で自衛が OK に残ったとしても結局2校で自衛すら消すことができるんだって全校の目的っていうとこの解釈次第で自衛戦争すら消せますよ分かる自衛戦争も放棄したっていうことにできますよこれですよポイントはでしょ あのストレートに行くところっていうのは別に問題にならないでしょう考え,か考えりゃ分かるというかそのままストレートに考えたら分かっちゃうから、うん、でもこの変化球でいかなきゃいけないじゃないですか A2 説はだからポイントになるんだよね、うんはい、というところでございます、はいえー、17ページの,あのもうもうここはいいです別に公戦権の話はいいと思いますそれから5つの憲法原理の相互関係ですね えー、憲法は13条の個人の尊厳を出発点として国民に自由、平等、福祉の価値を実現することを目的としそのための手段として民主主義、平和主義を保障するそしてこのような統治体系を制度的に維持・発展させるために権力分立、まあ、分離、どちらでもいいです、えー、それから法の支配の原理が規定に置かれているとはいでは次のページ、18ページ。法の支配ね 法の支配はうんまあその答えられるようにしていただくといいかなこの4つ、うん、別にあの書試験は言葉で説明しろとかそういうない論文とかないからね記述も別に論文ではないからあれは、うん、考えとかを書けとかねそんなことはないんですけども記述で一部あるけどそれ考えじゃないからね答えだからただうんないんですけどまあやっぱり ここは、ね、あの覚えてておいいいいただけるといいのかなという気はします、はいえー、覚えなかったからといって問題解けないということはないと思います。はいはいえー、法の支配とはすべての国家権力が正しい法に拘束されるという原理をいう、えー、法の支配ってだから正しい法っていうのがポイントなんだよねかる。何でもかんでも法に拘束されてりゃいいんじゃないと正しい法に拘束されなきゃいけないんだよって言ってる。 内容個人の人権保障正しい法により国家権力の権,利、えー、権限乱用から国民を守り個人の人権の保障を確保するんだと、ね、立憲的な考え方ですということですね。というこ2憲法の最高法規制の承認憲法に優先する法律は認められないしたがって憲法は行政権のみならず立法権をも拘束するあのさっきも言いました憲法は法律より上ですから。 憲法法法律より上なんですよで憲法が法律より上だから違憲とか合憲っていう話が出るんです違憲とか合憲って分かります違憲っていうのは憲法に違反してるという意味ねある法律が憲法に違反してる合憲っていうのは憲法に合ってるだから問題ないってことです、うんえー、だから例えば民法民法で、えっと、女性の再婚期間、えー、再婚禁止期間ありましたね、えー、かつては えー、半年か、ね、180日間だったんだけど100日を超える部分は憲法に違反するっていう判例が出ましたね何年か前にね、うん、当然民法は変わってますよもう改正されましたよ、うん、でねそういう違憲判決だっていうのを裁判所が言ったらもう違憲だということを裁判所が言って、うんえー、そうするとその法律は改正しますよねもちろん削除したりとか直したりするんですよ、うん、だから100日に直ってるはずです民法はね、うん、なんだけど その直すのって一日二日でできないでしょう。あじゃあ書き換えますってわけにいかないじゃないですか。法律の改正ってそうはできないからね。うん、で、そしたらその期間どうするのか。行政が執行を停止するんです。わかります。もう裁判所がダメって言ったんだから。もうこの法律憲法に違反してますって言ったんだから、そんなもの執行できるわけないじゃないですか。だからね、えその再婚禁止期間の。 最高裁の判決が出ました例えば、まあ、それから次の日っていうのちょっとまたあれだから、まあ、1週間後ぐらいに、えー、一度離婚をされた女性が別の男性との婚姻届を持ってきてで105日しか経ってなかった以前だったら足りないまだ受理できませんって言われてたけどもう受理されるってことです。ここれが執行を停止すするるってととです100日を超える部分は違憲だと 言ったわけだかから100日の部分しか執行できないよねそれはね裁判所は駄目って言ったんだから、うん、でその間にその間にというか、えー、そ,その執行停止してるっていうのは法律を改正する期間の話ねで改正されたらもう普通に執行すればいいでしょその新しい法で執行していけばいいのね、うん、というお話でございますこれが違憲ね違憲っていう話ね まあ憲法が憲法の方が上だからそういう問題が生じるんだということでございます。はい、まああの憲法より上はないので憲法より上はないのでね、うん、この法律の世界に関して言えば。 なんか憲法に反する法律が認められるわけではないというくらいでいいかな、はいえー、次、カッコさん手続きの適正適正手続きどっちなんだって感じですね,ね、はいえー、人権保障を実行あるものにするため手続きの適正も保障する、ね、手続きの適正も保障するって一体何のことを言ってるんだ<や>刑事裁判を思い浮かべてください刑事裁判刑事裁判で手続き決まってなかったらどうなると思います <laughs> いやあの 私別に悪いことしませんとかそういうの置いといてなんか悪いことしちゃった体で言ってくださいねここは裁判官の好きなようにやってくださいまずいでしょ、これはじゃ裁判官があなんかちょっと見た感じ気に入らねえなっつって、はい、有罪、はい、じゃあ無期懲役とかいうことになるわけでしょわかる手続きが定められてないというのはそういうことですよ、うん、でね 例えば、えー、金庫でもいいし金庫刑って聞いたことある刑事罰で禁庫刑懲役刑うんこんなの人権侵害以外の何もでもないでしょってじゃないですか閉じ込めるか無理やり働かせるかするわけでしょなんか人権侵害じゃないですかでも死刑に至っては命まで奪うわけだからね、うん、でそれをすることができるっていうのはそこに至るまでの手続きっていうのがきっちり決まっていて そこで保証人権が保障されるからそういうことができる刑事罰を課すことができるんだよねかるうんだからこの、えー、手続きの適正っていうのも保障されてなければいけませんよっていうことねはい、うんはい、ええかっこ4裁判所の役割の重視、えー、最高法規制の担保 行政が法律に従っているか否か議会が正しい法に従っているか否かを裁判所がチェックするんだとい国会、つまり立法と内閣、行政にあって裁判所にないものって分かります国会と内閣にあって裁判所にないものこれ、ね、多数決の論理ですね。うん あの数が大きゃ勝数じゃないんで裁判所は、うん、あの裁判官というのは何も拘束されませんからね法律と、えーまあ、自身の良心良心って親じゃないよ良い心の方ねうね、ん、にしか拘束されませんから、うんねはい、だからもう少数派少数派人権少数派人権の、まあ、最後の砦みたいな感じですよね裁判所っていうのは、ね。 ここしかありませんっては全部数で負けちゃうんですっていうことになっちゃうでしょ裁判所は数じゃ負けないから数が多くても負けるし少なくても勝つということでございますはいえじゃあ、えー、とごめんなさいちょっと長かったかなえ法、ー、治主義のところから後半やりましょうねはい